っていいか。はい。あれ準備ができてなかったようですね。準備ができたらやっていきましょう。音が聞こえてきました。この音はつららちゃんの鳴き声ではありません。つららちゃん今口笛を披露してくれているんです。口を、ね、丸めて口笛を、ね、披露してくれました。1つ目の、ね、キーワードはつららちゃんによる口笛でした。続いて2つ目ですが、道具を使っていきます。こちらにおもちゃのラッパーを用意しました。つららちゃんがね、ラッパーを吹いていきます。そうしますとどうですか。シャボン玉が出てきました。お、上手に吹けていますね。さあ、ここでもう一つ得意技。さあ、皆さん分かりましたか。つららちゃん自分で吹いたシャボン玉に息を吹きかけて、シャボン玉を遠くへ飛ばすことができるんです。狙いを定めて息を吹かけていきます。でもね、つららちゃんあんまりね、シャボン玉が吹きすぎるとお客様ね、シャボン玉だらけになっちゃうからね。ここまでで終わりにしておきましょう。2つ目は道具を使ってシャボン玉でした。どうもね、これらの対策でしたね。さあ、続いて3つ目です。3つ目はつららちゃんの口元に注目です。3つ目の時計が始まっていますが、皆さん、つららちゃんが何をしているか分かりますか。これ、ね、口の動きがね、何かじゃないですか。もう一度やってみますよ。この動きで